今日のその黒い箱のパフォーマンスの、意図というかコンセプトというか、結構なんかみんなで話し合って、なんかいろんな方向に行きながらちまちま決定してたんですけど、結構見ている側だとなんか暴力的に戦う感じに見られたかもしれないんですけど、人それぞれそれは感じ取ってほしくて、例えば頭を箱だと考えると中に何か詰まってるかなとか考えじゃないですか、で考えた時に頭が箱だったら、例えば皆さんの頭が箱、全てが箱で、でこの空間も箱で、その箱をさらに広げると世界は箱でっていう、どんどんそこから派生していったんですよ。全てを箱に置き換えてみようっていうところから始まって、でその中でいろんな箱があるし、その箱同士で戦ったり、こう自分の意見を押し付け合ったりすることによって染まっていく自分がいるけど、最後こうビリってやったんですけど、自分の持ってる色は必ずどこかに存在するっていう、染まらない部分も必ずあるんじゃないかっていうのを表現したくて今回はやったんですけど、でもそれは私たちの勝手な意見であって、結局やっぱ見てもらった人に感じ取ってほしい何かしら。いや、まあまあ、でも一種の物語みたいのは設定してるわけ、ね、はい、一応設定はしてるんですけど、それを感じ取ってもらえるかどうかは分からない。なるほど。はい、野球なんですけど、でも染まらない自分がいるっていうことを表したかったんですかね。背景にいろいろある。そう、背景にはいろいろある。だから全面自分の確固たる自分はまあちょっと今回は特別で見せたわけです。あのブラックボックスって言葉がね、はい、10年前ぐらいから美術の世界で割と言われてるのは意識してるんでしょうか。あのホワイトキューブって、こういう白いギャラリー空間のことをホワイトキューブって言ってたのが、最近国際展なんかいろんなとこ行っても割と暗いところが多いじゃない。それから、その例えば映像なんかが出てくるのはパソコンだったりさ、だからその内側に向かって黒とか暗い四角のこうキューブのことをブラックボックスっていう言い方でくくった言い方があるんですけど、そんなかっこいいことは知らなくて、なんか勉強不足なんですけど知らなくて、最初はあれだよね、最初はほら四角い箱を初め考えたのが私なんですけど、初め全然違う人で、私が単純に箱をかぶって四角い穴を開けて見た時に、一つの風景を切り取ってなんか作品みたいに見えるのが面白いなと思ってて、普段何気ない普通の教室から見える風景とか家の風景とかそういうのも、その箱かぶってこの四角いところから見ることによってなんか見え方が変わってきて、なんか面白いなっていうのを思って、でそれをちょっと提案してみたら、結構みんながその箱をかぶった姿に面白いって言ってくれてくれて、でだんだん意図が変わってきた。知事は人種問題まで発展して、結構いろんな方向にいろんなで、まあ、そういう議論をしていくことが重要なんかね。そうですね、とにかく話し合って話し合って頭のいっかちになった姿なんですよ。あ、それをボックスで表現したっていうことで、ブラックボックスとかそういうとこまでは勉強できてないですね。あの他の人のあれで面白いのがありました、それぞれ。ちょっと人数が多いからあれだけど。私はキャモーションが好きだ。ああ大好きです。告白だ。大好きです。500円。500円。
出します。え、500円でいいんだよね。できてるわけじゃなくて、そのこの時間の中で作ってまた終わっていくみたいな流れがあって面白かった。椅子の位置とかもすっごいびっくり直してる。始まる前も後も作品じゃなくてこっちの観客席の椅子の位置をこうミリ単位で光がぶつかる。直してたぞ。どうですか、特にない。早川さんなんか普段普通に思ってるこう見てるものを疑問に思うっていう考え方がすごい制作につながってるのがすごくよく分かって、ただ残念なことに私の席からはあまりよく見えなくて、そう、でも動けなかったじゃん光ってる。だから終わった後に見てははーんと思って、説明してるのとかも聞いてははーんと思って、次がそうですよねって思った声があるのと、あと A 子さん B 子さんのは本当単純にすごく楽しくて、でもなんかどんどんそう時間が止まったみたいで、こうぐるぐるぐるってよく絵本でこう虎がこうグーって回ってパンケーキの蜂蜜になっちゃうみたいな、ああちびくろさん、ああなっちゃうと思ってあなんてねチョコのために半分ぐらいやばいなんか息が苦しく、でも楽しい、ああって思って、でも真剣にヤンキーのふりとかしてても周り知らない人なのに知らない人なのにでもヤンキーのふりしないでしょって書いたら、でもやらなきゃ、でも楽しいと思ってそうか、単純にすごい楽しいっていうのは大切ってすごく感じました。うん、それでいいんじゃないかって、うん、でやっぱ結構みんな大人なのにやるっていうのは絶対なんか湧き上がる、この普段こう抑えてる、いややっちゃいけんぞやっちゃいけんぞガーってやっていいんだぞこのブランクラスではっていう以上です。